サビさん、鶴文科大学行ってみたいと思います。本日の長文はこちら。内容一問題5問と記述説明。これを一緒に頑張りましょう。サビさん、第一段落でございます。まずは一読していただいた後、この問いの一番ですね。検討をお願いします。サビさん、説明の指示のハリーさんですが、まずここにおりますよね。で、その右側の皆さん、特別な才能。で、おそらくこれが皆さん、このジーニアス。ま、あ天才と。そこに多分、つながるんじゃなかろうか。 ですから説明の指示に該当するところはここなのでまずはその文章中を熟読そうすると皆さんこの辺り皆さん従業員が皆自分の力を高める自ら向上させる話がありますねでそれで皆さん選択肢眺めていただきます結構一発でいきますねで皆さん選択肢の A ですが皆さんこれ文末インタイゴリティ皆さん本文中この辺りに書いてはいるんですが皆さん説明の指示と合致しないですからねで選択肢の B を飛ばして選択肢の C 皆さんマネージャーの話はないですね。で選択肢の D も皆さん印刷会社の大きさ。その話もなし。ですから従業員が自らの力を高める。それが選択肢の B の Improve。ここに現れてますね。ですから正解は B ということでよろしいかと思います。さあ皆は続いて第2段落でございます。皆さん注釈2箇所ついてますからね。皆さんこれ長いのでちょっと一読だけ先にお願いいたします。 サブさん、ついてい問いの2番でございます。皆さん、誰になく前半でいけるかと思いますので、ここから皆さん検討をお願いします。サブさん、これも説問の指示にインタビューと書いておりますので、本文中、該当箇所はこのあたりですよね。ですから、まずはこの文章中を熟読。サブさん、そうすると皆さんは、ランダムにーセレクティッまあ、無作為に選ばれたって書いてますよね。おそらくその選択肢が見つかったかと思います。もちろん選択肢の A は、イコロジーがなし。 で、選択肢の B は様々な会社。これも書いてませんよね。で、選択肢 C をすっ飛ばして D の皆さん廃棄物。このも皆さん該当箇所ないですよね。ですが、選択肢の C。パターンによって選ばれておりません。つまり、無作によって選ばれた。ランダムに選ばれたと言ってることが同じでございますので、該当箇所こちらと合致しますので、C が正解ということでよろしいかと思います。されでは続いて問いの3番でございます。皆さん、先ほど第2段落の後半ですからね。 こちらを参考に検討をお願いします。さあ皆さん、これも説明の指示に、ジョンさんが皆さエンプロイ、雇用されました。で、その雇用された話が該当箇所ここですよね。まあ、直訳するとジョンは運んで来られました。です皆さん、該当箇所ここだと分かりましたの、ね、で、まずはこの文章中を熟読。そして皆さ一つ目、このあたりですね。廃棄物に関係するコストを下げる。皆さん、それと言ってることが同じ選択肢見つかってますよね。 で、選択肢の A を押すとして、選択肢の B、ストレスの話はなし。で、選択肢の C は、皆さん大量の廃棄物を生み出すって書いてますよね。それは皆さん本文中には書いてませんよね。で、選択肢の D は、皆これ、文頭はなんかいけるかなと思うんですが、文末、環境保護協会。これの皆さん、expenses、出費費用を下げる。皆さお金を減らすのはこっちですからね。廃棄物に関わるコスト。ですから、皆さんこういう強化に関するコストではないので、D も罰。 となってくると選択肢の A が良さげですね。廃棄物を除去するお金。それにさスペンドレスと書いてますから、まあ、あまりお金をかけないようにすると。それが本文中のこの Lower's Cots。そこと合致しますので、選択肢の A が正解ということでよろしいかと思います。さあ、みなさん、いての段落でございます。でまずはこの下線部市場に対する問題がこの問いの2番。一読していただいた後、そこの検討をお願いします。 まず下線部一番そのものですが、これは a n d s o v s の順になってますよね。皆さんおそらくご存知かと思いますが、我々の子供たちもそうである。そのそうであるのそうが指しているのはこの and の左側。で見てみると、我々はそれを吸い込む。そして子供たちもまた吸い込むと。じゃあ何を吸い込むのかということですが、皆さん左側を遡っていただけますと書いてますよね。空中、待機中にある anything。まあ何でもということですね。 とりあえずこれスピューという動詞ございません。これはご存知ない方結構いらっしゃるかと思いますがスピューしてその後我々はそれを吸い込むわけですからおそらく待機中に放出するそういうような感じのイメージでよろしいかと思いますですから空中待機中に放出されたものは何でも我々は吸い込むんですねですからそのあたりのことが欠けてあれば OK でちなみに正解は私たちの子供たちもまた空気中に放出されたものを吸い込む もしくは空気中に排出されたものを吸い込むということみたいな感じで書けてあれば正解でよろしいかと思います。<music> さあみさん、続いて内容一問題の問いの4番ですね。この第3段落の中から出ますので検討をお願いします。<music> さあみさん、今度は問の指示にジョンさんが決めたと書いておりますが、それに該当するところがここですよね。ですね、メイクアップワンズマインド、決心する。 ですから、該当箇所がもう分かりましたので、この文章中を熟読。すみさん、これ、きれいにすると書いてますよね。で、あとん、それを選択肢の中から選ぶだけ。で、選択肢の A をすっ飛ばして、まずは選択肢の B。みなさん、ブレイン。責任の話はなし。で、選択肢の C は、みなさん、デイズの話ないですね。で、選択肢の D は、お金を儲ける。その話も該当箇所にないですね。で、鈴見さん飛ばした選択肢の A。まあ、文藤にクリーンアップと書いてますから、バッチリですね。 綺麗にする話でございますので、正解は A ということでよろしいかと思います。さあみなさん、続いての段落ですが、みなさん、ここは説問関係ないので、一読だけお願いいたします。さあみなさん、続いて第五段落でございます。今度はみなさん、この下線部2番に関する問題、トなさんまでございますので、こちらの検討をお願いします。さあみなさん、これは下線部 d i s と書いてますから、直前で OK ですね。 ですからこれオレンジの三角括弧で食ったところそこが訳せてあればもう概ね正解と考えていただけると OK ですでそのさ分頭でございますがまず大豆に基づいたインクそれにはさまざまな問題がありますとでその問題が made then impractical それらのインクを皆さん現実的でなくならせる非現実的にさせる、まあ、実用的でなくならせるんですねそういうさまざまな問題を抱えておりますと ですから正解は大豆に基づくインクが、もしくは大豆から作られるインクが実用的ではないということにつながる様々な問題を抱えていたこと。そんな感じで皆さん書いといていただけると OK です。さあさん最後の段落でございます。こちらを一読していただいた後、問いの5番の検討をお願いします。さあ皆さん、設問の指示のジョンさんがさこちらに該当しますよね。ですのでここを熟読。 そすみさん特に文末あたりが選択肢つながりますよね。会社のためだけではなくコミュニティのためもこの両者に貢献している話が見つかったかと思います。そうすると選択肢の A ですが、まずプレゼンの話がないですね。そして選択肢の B は気にしすぎ。これも書いていませんよね。で、選択肢の C はフレーバー。まあこれもなしと。で、皆さん残った選択肢の D ですが、このやつこれ OK ですよね。で、Ordinary people。まあ一般市民の話。皆さんここに書いてますよね。 そしし皆さん、こちらカンパニー。会社の話はこちらです。会社プラスコミュニティ。そこに貢献する話が書いておりますので、正解は D ということでよろしいかと思います。